わはははは、わははは。こんにちは、第3期ダイヤモンドガール初参戦の二階堂あきです。よろしくお願いします。はい、今日ねちょっとねあいにくの雨なんでございますが、初めて来るお店なんで今日はと、ね、初めて来るお店は結構いい引きをするんで今日はね結構ね実践の方楽しみにしてるんですけれども、その実践機種の方で、ちょっと指令動画があるみたいなんでそちらの方をちょっと見ていきたいと思います。ご機嫌よう諸君、私はミスターダイヤモンドである。この間動物園にパンダを見に行ったらな、珍しいものを見てしまったんだ。パンダを見に行く途中にだ、ものすごい紙を食べてるヤギがいたんだ。ものすごい量を食べたんだぞ。見たことない量だ。パンダどころじゃなくなってずっとそのヤギを見てしまったよ。なんであんな食べたんだろうな。二階堂脇、そんなヤギ見たことあるか？ないだろう。すっごい量だぞ。私の夏休みの思い出は動物園と遊園地での…あ、おっと話がそれた。というわけでダイヤモンドガール初戦となる二階堂脇を、ダイヤモンドガールを目指して頑張ってくれたまえ。はい、ちょっとね、いや、わかるんですよ、わかるんですけど、紙を食らう食うヤギみたいな、まあね、紙を食らえっつったら紙をこれあれしかないじゃないかみたいな感じなんですけど、一応ですね、紙つながりの台は他にもありましてですね、ここにあの島津があるんですけれども、まあそうですね、本命は完全にこれですね。ごといた、もう紙を食らえっつったらこれですわ。まあ、言っても私結構打ってるんで、このゴッドイーターを。あとですね、このゴッドイーターの向かいのアナザーゴッドハーです。まあね、タイトルにも入ってるくらいね、ゴッド神なんで、まあある意味神を喰らえっすよね。あとなんだろうな、神、あ、まあそうですね、こっちにも一応ミリオンゴッドありますね。それくらいかな神。まあね、別につなげようと思えばね、神様にはどれだけってつなげられるのかもしんないですけど、まあまあおそらくゴッドイーター大本命、後アナザーゴッドハーデス第2候補かなっていうとこなんですけれども、朝一の抽選がですね、すっごく残念な83番でして、120人くらいはいたと思うんですけど、83番だからまあ取れないでしょうね、おそらく取れないかもしれないけれども、まあ一応その紙つながりで他の台が取れたらいいかな。まあとりあえずまあゴッドイーターの島に朝一走っていくような感じですかね。ただね、初めて来るお店なのでちょっと若干不慣れなんで、まああのしっかりこう島津を頭に入れて、ゴッドイーターを狙っていきたいと思います。ございます。バラエティ、あ、こっちか、あ、ごめんなさい。取れなかった、どうしよう。そうか、でも打てる台も限られてるんですもんね。どうしようかな、ハデス取っとこうかな。それでは朝一、アナザーゴッドハーデスから、始めたいと思います。本当はね、ゴッドヒーターが打ちたかったんですけど、
取れなかったんで、あのね、紙紙紙とか言ってたから、紙を食うとか言ってたからほっといたなと思ったんですけど、取れなかったんで紙つながりでカードしました。でも作戦としてはカードで様子を見ながらゴッドイーターが来るのを待とうかなみたいな感じですかね。でね、ゴッドイーターがね後ろなんですよ。まあ見えやすいんで、いや好きですよ、かなり思い入れもありますけど、ただ最近ねゴッドイーター打っててね全然勝てないんですよ。もうちょっと前まではもう打ちは出るみたいな、これ相性いいなみたいな、いや本当にこれ毎日打ってたら家立つなみたいな感じに思ってたんですけど、ちょっとね最近はスサノオがめっきり出なくてねって思って、ちょっとこうハーデス打ちたいななんて思ってハーデスを打ったらゴッド5回引いて1万8000枚出たわけですよ、ちょっと前にね。ハデスやれるんじゃないかって、すげえ遅いですけど今更ながらにちょっとまあ最近ハデスを打ってるわけですけど、まあねもうハデスもね出てから 何年くらい、もう1年以上は余裕で経ってるのにまだすごいね人気ありますからね、子供高いし。ハデスの他の台は当たりが軽いですね、もうほとんど見てます、ね、でもねダイヤモンドさんはですね、あの機種のラインナップは豊富なんですけど、あのなんていうんですか、その一機種あたりの台数が少ないんで、でもねハーデスはね5台あるんですよ。まあまあ多い方なんで、まあ1台くらいはね入ってくれてるんじゃないかと思っているわけなんですけれども、今キナナキナナって言ってるから黄色がいいんですけど、キナナがいいんですけど、キナナがいいんですけど、いやもうなんならもう一回もう一回、なんかもうバババっていろいろ引いたのに全部使って、まあキナナされなんか当たんないっすよ。また久々に7、3連でした。もはや当たる気配が感じられないんですけど、まあ大丈夫ですかっていうくらい、いいなあ、お父さん出てきたんだけど、お父さんはね温めるとねいい時と悪い時の差が激しいからね、もう本当にカットインすら出ないんですかみたいな。お父さん720とかかな、しかもノーマルお父さんですからね、スーパーお父さん引いたことない、もうガン見してよ隣のお父さん、
おそろい。人も大ながら楽しいな。おめえ。あっため成功の例だ。ん？おお。すごい。十分十分。すごいね。600回。十分十分。いや、人の台見て600だと十分って思うけど、自分がやってて600だったらまだまだって思うけどね。まず強欲。うん？もう思いつきで座ったらとんでもない目に遭ってますよ。さあ、もうよそ見してるときにいきなりブーンとか言ってびっくりするよね。完全によそ見したわ。びっくりした。ん？入った。久しぶりに外したな、デカップボタン。そう。うーんって言わない。当たった。88回転。私が29本でした。継承継承、全然継承。ポジティブだから。29本ってだってほら1500枚いってないんでしょ。継承継承。お母さん、お母さん好きなんですよ私。綺麗だしね。驚き桃の木、なんて進まなかったのにね。すごーい。あー、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